どうもこのでですいたですじゃあ今日は4月24日に BE:FIRST のコンセプトシングルのリリースが決定したのでそちらの話をしていきます同時にさいろんな発表とかもあったから、まあ、そこの話題もすごいあるんだけどとりあえずめっちゃうれしくないま新曲出るってことだもんねそうだってさもうメインストリームが去年の9月とかだったよねうんうん、うん、まあ、その間配信とかはあったにせよほんと久しぶりだもんね 確かにで「グロリアス」は収録曲になって、うん、メインの曲が、まあ、あるってことだもんねつまりはねそうだってもうさ我々さその b ーファーストの動画出す時にさなんかその例えばアハモさんのさ噂みたいな時の動画のサムネとかさもういまだにメインストリームの時のアーシャとか使っとったからね <laughs> <laughs> 半年前ぐらいの <laughs> やつそうでもほら何て言うんだろう 他のお仕事はさ他のお仕事とかテレビ番組に出てる画像とは別にさアーシャとしてはもうあれが最新だからさもうねうん結構間空いたなっていう気持ちになってたもんねそ,そろそろかなみたいなさうん、うんうん、まだンと黄緑みたいな,なんかその髪の毛が <laughs> <laughs> 似合っとるよ似合っとるけど<う>黄緑とはなるね <laughs> そう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 だから本当に待ちに待ったって感じだよね新曲としてはね、うん でしかもあれじゃん結局そのタイトル見て1とあと23あるからもう3曲まださ3曲もあるんぜ3曲もある嬉しいね新曲新曲3曲かえめっちゃ嬉しいねねやっぱメインストリームからまたほんと新しいショーが始まったみたいな感じだったからさその、うん、じゃあ今度はメンバーまたさ同じようにきっと関わってくるんだろうと思ったらやっぱメンバーの意思はどういう 風に変わって、どういう曲をやりたいんだろうってさ、なんか、そういう音楽的ななんか興味もあるっていうか、マジで、な、何やんのみたいな。次何やんのみたいな。スマホ買うなら、最新が良くない良くない早くないみたいなさ。<laughs> <laughs> <laughs> なんで金髪先生みたいなさ耳に噛みかけけるさ仕草したんけ <laughs> <laughs> 確かにその最新のね最新が良くないの最新の b ーファーストはどう来るのかみたいな、うん、確かにそのメインストリームがすごいがっつりメンバーの意思がねあの反映されたねシングルっていうかの作品だったから確かにもう絶対なんかそういうさ新曲出るってなったらもう。 確かビーファーストは今どういう気持ちなのかとかどういう意思どういう意向なのかみたいなのも気になるね感じたいすごいそうそうそうてかさそのアハモさんのあれはさその新曲のなんか一部なんかねなんかどうなんあれは違うやつっぽくないちょっとあータッタッタラララーみたいなやつうんうんうん,うんあれはもう CM ソングだよね多分 CM だけの多分メロディーな感じするよね やっぱりそうだよねなんか BMSG が絡んでるあれじゃない雰囲気だったよね、うんうん、曲の感じだとそうだねなんかしかもなんかうんほらメインストリームもさすっごい何て言うんだろうもうじらしてじらしてガーンみたいなさバって公開とかだったからなんかあんなさらっとなんか出しては根気はするなんかその楽曲本当なんかさし、うん、やっぱ新曲かなみたいなことみんな言ってたじゃんおっしゃってたじゃんう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 ん でもあの感じだと違うんだと思って、っていうかまあ、そのなんていうの多分、そのやりたいことと合わないんだったらやらないみたいな感じに、もう決めたから、なんか、こちらとしての曲は出さないのかなみたいな、なんていうのその合わせた、そういうポップなやつは、その、 今本人たちがやりたいあれじゃないってなった時にやっぱそういう CM ソングそのオリジナルアハモさんのオリジナル CM ソングみたいな感じになったんかねなんか絶対そこら辺なんかやり取りやったんじゃないかなってなんか勝手に思った,思ったんだけどどうなんだろうね。Be さんででどうですかってなんかそのもしね向こう側から提案されても。 ねえまたこっからすぐ生まれずんずんずんとかさすごいさああんな、ね、あの感じでさア、まあ、ハモさんには若干合わないっちゃ合わないもんねそのポップなカラフルな感じの世界観にはさ <laughs> そうそう絶対 b ー f ス r s t だしその表現は絶対できると思うんだけどうん、うん、その今自分たちが必要なことかっていうのをまた多分考えた時にちょっとまあ今じゃないとかさなんかちょっと話し合ってやっぱ今回はみたいななんか違う感じになりそう。 っって思って思さでちょっとそれおもろいなと思って,そのなんていうの意思強くてもしそうだったら意思強くてなんかおもろって思った最高だったあ確かに確かにでもなんかその世界性もなんかありそうな気がしちゃうね、うん、ビーファーストだったらうんでもまあもしそんなこと言って実はあれは新曲でしたのパターンも全然あると思うけどねそ <laughs> 確か<に>一部でしたみたいなあ<ー>、うん、それはそれでめちゃくちゃ楽しみよもううちらはね <laughs> う,ちうちらなんでも OK だもんね、うん、<laughs> みんながいいなら<う>メンバーがいいなら <laughs> そう本当にそう でもさ今回気になるのがそのコンセプトシングルだからさフフィスシングルじゃないんだよねそうなんか新しい概念なんだろうね多分多分だからさその同じ時に発表された、ま、音楽業界を持続不可能にしないための提言っていうねお知らせもあったけど、まあ、そこに繋がってくるのかねやっぱこのコンセプトシングルっていうことがなんかさなんか純粋に「じゃあ次に出す時もそのコンセプトシングルみたいな感じなんかな」みたいななんか呼び方とかそのさ 見分けつかかんんくなななるあれなんかなと思ってファーストコンセプトシングル,ングルとか <laughs> そういうあれじゃないもんで、ね、もう<ー>な何か、うん、そう、ね、んなやつそう何枚目って言い方しないってさもうフォースシングルはメインストリームでそこまでは4枚目って数え方だったけどもうここからはもうコンセプトシングルになってそういうそもそもそういう概念じゃなくなるっていうことなんかねうんだからその今まで当たり前だと思ってたことを、まあ、変えてくみたいなだからそもそもそういう まあ覆していくっていうかんてうんだろう新しいスタンダードを作るみたいな感じなんかねなんかでもというよりはさ社長ってさそういうさ俺が行くぜみたいなのも好きだろうけどなんかあのもうそういう時代だから <laughs> こっちだよねみたいなそのなんていうのその覆すとかそういうっていうよりはもう多分時代こっちだからこうだよみたいな雰囲気で言ってそうな気がすると思ったニュアンスだけあまあ確かにねあその世界変えたいとかそういうまあそういう側面もありつつもそういうの全面っていうよりかは、うん そう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 気づいて気づいてみたいな <laughs> そういう感じなんかなって思ったりしたわあ確かに過去のインタビューとかからもそういうのは読み取れるもんね今までそういう流れでそう来ちゃってた「ななになって誰もそう提言せずそのままの流れで来ちゃってたものがあってみたいなねやっぱそこを変え,変えていくっていうかなんかやっぱそういう時じゃない今みたいなね そうそうでもやっぱなんか社長らしいなってうものはさその一気に変えようとするわけじゃなくてもちろんそういうその,その今までのやつの良さも知ってるし全て変えるわけじゃないから段階的にそのベタを探していくみたいな,なんかそういうところがすごいさう,ん、こう上手い人っていうかさ <laughs> なんていうのうんなんかさすがだなと思ったわそうだねなんていうのちょっと言い方あれだけどその敵をね、まあ、作りすぎないっていうかやっぱその 確かにいい塩梅ばいをめいいあんを探してなんかみんなでよくしていこうよみたいな感じだもんねうんなんかそこら辺がすごいなんかバランスがさすがだなと思ったりしたじゃあまあもちろんさ新しいことだから、うん、あ,んあんまこう見てない人とかはさなんかこうわー,わーってな,んかなる人もいるんだろうけどでもなんか別に見てるあれだとそんな,なんかあやっぱそうだよねみたいな気持ちにさせられた分だったし色々ねうん、うん、そうだよね 懐かしいよねだってさそのやっぱ CD たくさん売ってゴミになるみたいなのはね本当総選挙をね体験してきた私たちからしたらねもうほんと耳しか痛くないよもう本当に <laughs> もうなんか本当そうまあでもさなんか。 ほんとそういう時代さ、本当、ル a として社長もさ、本当、同じあのタイミング、2010年代のさ、あの時代を本当に一緒にさ、生きてきてたから、多分すすごい思うことはめちゃくちゃあったんだろうなみたいなのを、なんか思いを馳せたりもしたわ。まあ、確かにね。だって社長ってさ、ずっと言ってるのは、基本的にさ、音楽を、音楽をもっとみんな楽しもうよっていうさ、ところに向かわせたい感じじゃん、ずっと。なんかそうだね で、やっぱりさ、総選挙は、まあ、めっちゃ楽しかったよ。多分やってる人たちは、うちら楽しかったよね、めっちゃ。<laughs> 楽,ししちゃ楽しかった。めっちゃしメンバー、メンバー多分地獄だったと思うんだけど。そうそうそう。<laughs> やっぱ、うちらはすごい楽しんでたし、なんか、まあ、それ良さはもちろん知ってるし、まあ、社長も絶対そこはそういう側面あるよねって分かってるとは思うんだけど、うん、まあ、なんか本質的ではないもんね、音楽に対してっていう話で言ったら。うん。そうだね。 もちろんその売り上げとかで、まあ、チャートとかでねその喜ぶみたいなことはすごいわかるけどみたいなねそのあり方みたいなのをね今一度見,見直してみようよみたいな感じだよねうーんだからなんかあれだよねグッズとかもさやっぱ今までさその店舗ごとにいろいろやってたやつをもう買ったりするみたいな感じになるんだもんねうーんそうだね、まあ、それは別でグッズ販売するからみたいな感じだよねうーんうんうん あとあれかなちょっと今までがどうとかちょっとあんまり詳しくないからあれなんだけど、トレカとかも今までランダムだったけど、もう7種類つきますぜみたいな。全員分あるから、トレカのために何枚も買わなくていいよ、みたいな。あー、なるほどね。まあランダムはでもゼロではないけど、だから段階だよね、段階すべては。わか,かる、わかる。そうだね。ポスターとかはランダムなのかなうん。でもなんかすごいね、もうストリーミングのチャートをやっぱ主要の感じで、 やってくだからさ、うん、社長言ってるじゃん別にさその今まで言ってたのはさその,そのコレクターの気持ちもめっちゃわかるみたいなことをねよく言ってたもんねうんうんそうだねそういう楽しさも俺は知ってるみたいな、うん、レコードとかでやってたしみたいなね確かに桐太郎さんなんてもう収集壁しかないもんね <laughs> いやそうだよ収集壁しかないんだからマジで同じこと言ったそういやそうや本当にもう並べたい揃えたい見たいみたいな見 <laughs> たい 歌いたいみたいたたみな <laughs> 何がけよだからやっぱ BE:FIRST から始めるだからほんと次のさやつでやどんな感じなんかね紙って言ってさどういう紙のやつなんかねなんかいろんな形あるじゃんすごい細いやつとかもしくはそのほんと本とかもつくやつもあるからさあの k p o p っぽいやつになるんかなみたいな、うん。ああでもそんなかさばるやつはしてこんがんじゃないかなと思う今でもさデジパックとかってあるから紙じゃけみたいなってあるからちょっとのプラスチックじゃなくてちょっと薄めだけどみたいな。 うん、意外とそのかさばらずにプラスチックのケースよりかはかさばらずにだから、まあ、そういうのにはしていくるからでもそれはちょっと俺嬉しいかもしれないおいっぱい収集中できるしやっぱりそうそう,そういっぱい並べられるしやっぱプラスチックってさ <laughs> かさばるしさ引っ越しの時とかもさすごいなんかもうガシャンガシャンみたいな <laughs> ガシャンガシャンあでもフォトブックはついてるやつもあるからもの、まあ、によるんだろうねいろいろ見たら、うん、いっぱい種類あるしそう,だ、ね、うん でもあれかね、やっぱ紙をベースに、まあそのプラスチックじゃないっていうところがやっぱキーだから、やっぱそ環境問題にもつながっとるんかねか。なるほどね。すごいね。でさ、まあちょっと社長のさ、その文章でさ、興味深いっていうかさ、まあ、そもそも b ーファーストの CD の販売の収益から、まあ、一番豊かな利益を得るのは全局の著作権者である私ですと。だから、CD は売れたらまあ僕が一番儲けるから、儲けられるから、 だけど、あえてこういうことしてるのは、なんかそう、お金のためじゃないんだよ、みたいな。なんて言うんだろうね。なんかその、うんうん、まあ売、売れる、売れた方がいいに決まってるけど、でも、まあ、あえてそういうことしてるんだよ、みたいな。うん。覚悟があるよってことだよね、その、うん。うん。だからやっぱ理念があるってことだもんね、結局ね。自分の中の正しい、うん、正しいっていうか、こうした方がいいっていう理念があって、それ、それを実行するっていう、なんか、なんかすごいね、こんな人、 こんんな人いたんだって気がするね <laughs> 社長っていつもそういう人だよね。うん、どういうことなのそうなん。ほら、新しい角度から来るからさ、なんかびっくりするっていうか、だってもう、<laughs> ね、もう売れたもん勝ちみたいな人ばっか見とったからさ、そのなんかその、ね、<laughs> CD、みたいな、とりあえず売れたらいいだろうみたいなさ、なんかそういう、うん、なんか業界ってか、そういうとこを見てきたからさ、そうやね。ねなんか そう,いう、まあ、b e f ファストの尻が売れれば自分が一番お金入るけどでもその立場で発信していることに切実さを感じて、まあ、理解してほしいみたいな感じだったからうーんなんかこういう方面でもそのやっぱ気になってて変えたいって思うことあったんだっていうさいろいろさ変えたいって思ってたじゃんねあの社長はまあそうだねダンクの取り組みしかりねそうそうそう交流 なんかあんま公言できない雰囲気とかさ、うん、そのフード作り的なさ、なんか、そういうことされてたけど、うん、今年はこういうことから始まり、そして絶対これだけじゃ終わらない気がする。<laughs> ね、確かに。でも2月でこれで、もうすごいね。<laughs> <laughs> 今年は。<laughs> 年表すごい作れるね、社長の行動で。行動っていうか宣言とかさ。うそうだね。<laughs> あと、 あと、しれっとさ、その、ビー f i r s はさ、そのツアーで、今回のツアーで170万通もの申し込みをいただいたって書いてあってさ、とてつもない、170はマジ、国作れるからマジで、170万は。<laughs> 確かに。すごいね。いや、でもすごい数だよね。170万人もさ、行けないじゃん、ツアーって。うんうんうん。うん、ツアーの公演数的に。いや、すごいよね。ね。 あれだよね、そのいろいろ応募してる方もいると思うけどでもそれ,でそれにしても絶対多いってことだもんね、うん、そうそうなんそうなんだからそりゃさどうも当たらんとかもあるよなと思ってそのう <laughs>、ね、うなうんリセール怖いねそうな、うんそ,うなそのねリセールのさやり方についてさ <laughs> ねあのコメント欄でもいただいてなんか僕 DM とかもいただいてすごいありがたくて <laughs> だけどもう本当怖いもう怖さでしかないもう恐怖な <laughs> しかもさ,キータさんってさ一度 絶対こう獲得したいってなったら、そこにすごい執着するから、うん、できんかった時本当にお怒りになられると思うんね。<laughs> いや別に怒りやせんけど、<laughs> そう、いやなんか。 ねえ悔しいよね<も>、うん、悔しいってなる俺ほら行きたいライブ行けないことが多分一番悔しいと思う <laughs> そうだよね <laughs> こんなライブ行っとってさ毎週ライブ行ってんじゃんみたいなさ時あったもん、ね、確かに,確かにそうつい <laughs> 最近まで本当そうだったから <laughs> でもなんかやっぱそういう今すごいやっぱそういう影響力のある BE:FIRST から始めるってことがさなん,かなんか説得力あるっていうかんていうんだろう、まあ、BE:FIRST さその CD とかもねすごい売れてるから 人気もあるし、まあ、そういうところから始めていくっていうのがやっぱり影響力あるよね。やっぱ他の界隈の人たちも、これ、この社長のさ、この宣言みたいなのをポストしてるのとか見たいんよ。なんかうちらにもゆくゆくは関わってくるかもね、みたいな人とかもいたから、他の界隈のポストっていうか、オタクの方がね。うん。だから結構気にしてる界隈とかも多そう。そか気になってるっていうか。 うんうん、すぐにはねならんかもしれんけどなんかそういう流れみたいなんで来てくるかもしれんねマジでうんまあちょっとその結構まあ k p o p 式っていうかさ k p o p がほんとランダム商法がすごいからかもうたくさん積んでみたいなところがなっててそれで今すごい k p o p も CD の売り上げがやばいじゃんバブルが確かにもう、うん、<laughs> だってさうちら AKB 界隈がスタートだからそのオタクがっつりがその AKB って別にさ、うん、つまん 積むってなったらその分さ会えるからそ<う>会えんかったら外れて別に買わんくていいやつだったからさすごい優しいよね今思えばマジで。今思えば優しい1枚買ったら その一回握手できたから。まあ、それも麻痺しとんがで、社長から言わせたら多分麻痺しとるんやけど、ごめんなさい。<laughs> ごめんね、酒謝っとくね。そう。だけど、つまんでもよかった。だから一回握手したかったら一枚買えばよかったもんね。そうそうそう。でも今、K、K-POP 式はランダムだから、うん、そのボーダーとかってさ、うん、名前買ったら当たりましたとかさ、<え>こう、あ、なんか暗黙のなんかあるねか。<laughs> これぐらいとかさ。ボーダーって何やねんって話やね。え、恐ろしいよね。うん、まあ、でもどっちが恐ろしいその一曲のさ、 その順位そのメンバーの順位の序列そう序列のために積もをたくと一、うん、回のための,その会うためにすごい積もたくとどっちがこうどっちもねどっちもやばいね。どっちもですそういうのもひっくるめて社長は多分おっしゃってるんだと思います。以上でね今回は4月24日にビーファーストのコンセプトシングルがねリリース決定したのでそちらの話を知ってたんだけどまあちょっといろんなねあのー あの提示されたこととかあれどでもそもそもさもう b ーファーストが新曲シングル出すっていうことがまずねめちゃくちゃ嬉しいよね。ねえわかるしかもどんなやつになるんかってもうほんと気になっとるから。ねえしかもさもうこれ出たからほらみんなさドームで新曲あるんじゃないかみたいなさ噂はちらほらあったけどうん、うん、もうこれであるなみたいな感じになってきたよね。 生きてー <laughs> いやいや俺もまだ行けないのよまだ行け,行けない身なの俺もまだ全然しかもさなんかその予想あくまでベスティさんの予想だけどそのドームドームまあもちろん全員行けるわけじゃないじゃん全ベスティがだから映画館でやるんじゃないかみたいなその配信が<ー>うん BMHG フェスもそうだったようにっておっしゃってて確かにと思って。 確かに。えライブビューイングってか、まあ、ビューイングとか、まあ、その、ちょっと時間差だったとしても、映画館だったらめっちゃ迫力あって良さそうだね。いや、そうなんそうなんわかる。そうなんあのね、スマホもめっちゃ見れるよ。すごい没入して見れるけど、やっぱ映画館はもう、やっぱ全然違うじゃん。うん。そうサラウンド的なね、その迫力、臨場感が違うもんね。うん、もう臨場感違う。うん、もうわかる。いい映画館でやってと思った。 映画館だったら、もう五千歩譲って、あの。そのリセール取れなくても、なんか納得できそう映画館で見れるなら。映画館がいいよね。お願いします。すごい欲深いじゃん。<laughs> まだ配信あるかも、らか,なわからがに。そうだね。確かに。確かに。配信やってよ。<laughs> <laughs> そうだね。でもなんか、面白いね。あの、その、ビーファーストって、音楽的な面でもさ、どんどん、その、新しいこと。 なんていう,んだろうこの時代に提示していくって感じだしそのコンセプトシングルって形もさそういう側面もさどんどん攻めていくっていうか新しいスタンダードを作っていくんかなと思ってね。ねだからさ b ー f ーストの次の情報が楽しみだよねそうだね。<laughs>